そして今回の大会の目玉の一つ、一般有段男子組手試合。本大会には8カ国より約90名の選手がエントリーした。この競技のトリを飾るのは、赤藤田道場の石江勇気、そして白玉島青少年空手道クラブの野田直也である。両者ともに決勝進出は初めての経験である。男子個人戦優勝は石江勇気に決定。石江、数々の強豪を破り初優勝である。